大分市は障害児が通所する事業所で実際よりも職員が多くいるように見せかけるなどして市に対し2億7000万円余りの給付金を不正に請求していたとして市内に5つある放課後デイサービス事業所の指定を取り消す処分を決定しました指定取り消しが決まったのは大分市江の熊の株式会社二次が運営し障害児が利用する5か所の事業所です。市によりますと、 事業所の運営会社は平成29年から今年7月にかけて2億7000万円余りの給付金を不正に請求していたということです具体的には職員が勤務していなかったのに勤務していたとするケースや知人の名前を使って職員が多く勤務しているように見せかけていたケースがあったということです去年から今年にかけて不適切な運営が行われていると 複数の情報提供があったことから市が調べたところ不正が確認されたということです市の調べに対し運営会社の代表は複数の職員が離職し募集しても集まらなかったほか新たな利用者を断り切れず受け入れ基準を満たしていないと認識しながら給付金を請求していたと話しているということです市は運営会社に対し 加算金のおよそ1億円を加えた3億8000万円余りの返還を求めることにしています。一方、返還の意思を示していることや、事業所の公表で社会的制裁を受けたとして、刑事告訴は行わないとしています。